天皇記は、推古天皇28年に、聖徳太子と蘇我馬子が編纂したとされる歴史書である。日本書紀推古28年の是祭帖に次のようにある。皇太子、島大臣とも握り手、天皇記及び、国記、新蓮朝の宮津古国蔵180部合わせて、公民等の本記を録す。日本書紀推古28年是祭帖事実とすれば、帝公、棺、定記とほぼ同様の内容で、皇室の系譜を記したものだと推定される。また、未完であった可能性が高い。国記と共に編纂された。また、この年が、推古天皇の実父にあたる欽明天皇の50年忌にあたることから、同天皇の顕彰と、その正当性を示すことを目的に、皇統譜の整理を意図して行われたとする説もある。皇玉5年に起きた紀の富の変の際に、蘇我馬子の子である蘇我蝦夷の家が燃やされ、その時、国旗と共に焼かれたとされる。あるいは国旗の実が焼ける前に取り出されて残ったとも言われるが、国旗も現存していない。日本書紀皇玉4年6月条に次のようにある。蘇我蝦夷東中されむとして出に、天皇旗、国旗、陳方役、船江坂、すなわち早く、やかるる国旗を取りて、中野大江の王子に封建る、日本書紀皇玉4年6月条、笹川直樹、推古庁の収支に関する、基礎的考察書集、栄源永遠男、西山良平、吉川真嗣編、律令国家主論集 ISBN 978-4-8273123123175、笹川、日本書紀成立志向、ISBN 978-4-82731281282、諸集、直木幸次郎、古代を語る一古代の日本2008年、P120。ありがとうございます。